DJ マシャワールドー平成28年8月5日放送第43回 DJ マシャです、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか今夜も、えー、DJ マシャワールド元気に始めていきたいと思いますさて、えー、今週なんですけど何だったかなもういろいろってて何をしたかあまりよく覚えてないんですけどね <laughs> いやー なんかね、いろんなことがありました。<laughs> そうね、ちょっといろんなことがありましたね。あの、まあ、あ大きな出来事といえば、台風が、えー、来てるようで、台風来ないみたいなね、感じなんですけど、ま、あ来たらね、今困るんですけどね、また来ないと来ないでまた困りますしね。はい。それと、えー、今、ポケモンブームなんですけど、どうですかね、ポケモン GO。 いやーなんかね、やりたいんですけど、これやるとどうしよっかな、みたいな、ハマっちゃいそうでね、なんかね、運動と組み合わせみたらどうかなと思って、あのー考えてますね。ちょっと今、なかなかゲームする時間がないから、うーん、あれなんですけどね、はい。それとですね、えーっと、え、いつだったっけあ、昨日か。FM 南城の、 えー、大城智也さんのね、えー、番組に、えー、出させていただきましたけどえーなんかねほとんど僕喋ってなかったですね <laughs> ほ,ほとんど喋ってないっていうね <laughs> ゲストのくせに <laughs> あの怒ってるんじゃないんですよ機嫌が悪いとかねじゃなくてもうあのもう2人が喋ってるんであの マーヨ、言すね。マーーと、あの、いつも後ろでカホン立てる、ヒーフミさんね。二人がもうってたんで、僕、いつも静かに聞いてましたね。どっちかっていうと、僕、聞き手なんですよね。喋り手っていうよりもね。あの、あれかなあの人の、この、引き出しがうまいっていう感じかもし、ね、れませんね。あんまり自分から喋るのは、ちょっと苦手だったりも実はするんですけど、うーん、<laughs> そんな感じです <laughs>。はい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 。 そんな感じでね、今週も DJ マシャワールドよろしくお願い,たいしていお願いしたいと思います。<laughs> それではですね、えー、今日も、えー、コーナーの、えー、紹介したいんですが、えー、本日のメール、おーらいメールセンターはー、裏技はい、何でもいいので、まあ、ゲームとかですね、日常生活とか、何かこう、裏技ってあるじゃないですか。何かあ,あれば、ちょっとこう、人に教えたくない、まある日、裏技なんかを、 特別に教えてください <laughs>。はい、大丈夫かな今日なんかメールが、ね、あんまりないんで <laughs>、もうやばくなったらツイキャスを拾ってどんどん行きたいと思いますね。はい。その人気がどんどんね、効果してるっていう番組ですね。はい。<laughs> はい。続きまして、いつまでか、えー、やるのかね、ちょっとわからない期間限定お試しコーナーなんですけど、あのー、今日、オーライものまね募集はちょっと今回お休みをしてですね、本日はこれ行きたいと思います。オーライ 人生相談はい、えー、あの伝説っていうまでもないんですけどね、アドバイザーの、えー、森田浩、えー、一郎さんをリスペクトしたタモリマシャイチロさんがね、今日はあはご相談相手となりますので、えー、あのね、電話番号書いて送ってったんだけど、誰も電話番号書いて番組で送ってこないんだよな。ちょっともう一回、もう一回募集しようかな、これ。今日メールでやろうかな。 うん今日電話つなごうと思ったんですけど、ね、今日電話つなぐ人がいませんので、はい。まあ、そんな感じで。もう4分経った今日喋りすぎたな、今日。はい。時間がない。あとはね、えっ、ー、と、ハッピーバースデーのコーナーと、えっ、ー、とね、ちょっとゲストを迎えるっだけど来てないけど、今日来なかったらどうしようかな。もうあのゲストはね、来たら発表します。<laughs> はい。それでは今週もツイキャスやメール、ご参加お願いします。 はい、じゃあこの番組はですね、えー、応援番組なんですね、えー。皆様からの応援がないと成り立ちませんのでよろしくお願いしたいと思います。それではここで一曲お届けしたいと思います。えー、それではラジオネーム、ムーネさんからのリクエスト、ビーチボーイズでファンファンファン。はい。皆様、ここ。 いやー、今日はね、お休みの人が多くてね <laughs>、休みかん、休み感じですね。えっ、ー、と、じゃあメール、えー、ツイキャス見てみたいと思いますだだだだだー。ツイキャス、ツイキャス、どうなってるかな。 一番最初はい、ハンちゃんありがとうございます。飯食うのそっちのけず見てるぜありがとうございます。ホワイト西原さんあ今週も見てくれてるんですね。超嬉しいです。ありがとうございます。アルファイングケインさん声もオーライありがとう。はいそうですね、ハンちゃん43回目ですね。はいアップルポンさんはい、マシャポンオーライっていますね。ありがとうございます。はいムーアンドミナの、えー、ムーチャーさんの方からね、お会いできてますね。リューティーの番組にあの スポンサーが入ったみたいですよねム。ムーラ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 ム、ねねね <laughs> ねはい、ーラム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 ーらムーラ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 らーラムらラムーラムーいムーラ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 は、いラムー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 すムーラ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 ー タカちゃんが、ね、まだお見えになってないんで、本当に来るかもわかんないですね、直接電話してないんで、えー、もう来なかったらごめんね、あと俺が全部どれにか今日まとめるんで、はいよかったら最後と付き合うのがいいし,します。はいユミさん、今日もありがとう、ユミさん、いつもありがとうね、支えてもらってます。はい、北海道のじゅんちゃん、オーライ、ハート、ありがとうございます。<laughs> えー、ハンちゃんから来たねポケモン GO するおっさんの口実がウォーキングも兼ねてるからっての多いよね。ああ、なるほど。そっかそっか。そろそろいます。今日メールがないからな。はい、じゃあ、そろメ,メールいきます。はい、じゃあメール行きたいと思いますね。なんかね、今日メールが少ないんだよな。<laughs> もうちょっと追加すからもうから。えー、っとそ、ケインさんね、えー、っと、 裏技。えー、伊藤家の食卓的な裏技はネタも。あさあ、ありあり,ありです。はいはいはい。もう、生きる裏技でも何でもいいんでね。はい。あ、急行島郷さん、ありがとうございます。あ、この前はね、あの、お土産いただきましてね、番組でちょっとありがとうって言ってなかったんですけど、お、え、い、ー、しくいただきました。ありがとうございます。はい。ウッチンさん、そう。たかちゃんなんだけどね、来てないんだよな。<laughs> 本当に来るのかな ちょっと直接やり取りしてないんで、ちょっと分からないんですけど。はい、そんな感じでね。えー、あ、はちみつ一家さんもありがとうございます。はい、ドンちゃん、はい、メールがね、本当に少ないです。さっき告知した通りね。<laughs> やばいんですよね。はい、ディスカスさん、今日もありがとうございます。じゃあ、それでは、えー、メールの方行きたいと思います。じゃあ、最初のメールは誰かなと、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 とんじゃ。うーん。じゃあ、こっちからいこうか。えー。 今日この人ねい、いるのかいないのか分からないけど、ちょっと読んでみたいと思います。へ e おオーライ、今日もマシャワールドに行き込まれてるラジオに参加。ポジティブなポッチャリポジッチャリのヤンバルの騎士だよ、キッシ,シシシシ。マシャさん、もう,う夏バテしてた。まだなら早くって来てますけどね。<laughs> 早くって意味がからないですね。<laughs> 夏バテしたくないですね。はい。 今日のテーマ裏技。おいらは高2の時、アーケードゲーの格ゲーで格闘技ゲームですね。ストリートファイター2。えぎこれぎぎ、なんだこれ、銀狼伝説、サムライスピリッツ、バーチャファイターとかハマっていて、友達同士は知らない人とよく対戦していたんよ。 そんな時、格ゲーでブームになったのが、体力のが少なくなった時に、一発逆転できる超必殺技,必殺技の裏コマンドあの時代、ネットもなかったのに、どこから情報を仕入れたかわからないけど、格ゲーがうまかった友達から、必殺技の裏技をあるけど見る。と言われ、見せられ、コマンドを教えてもらって、出せるように練習やって、 習得したときの快感を忘れられないハート。おいらのマイキャラは、これ、ガロ,ガロー伝説かなガロー伝説のギースハワードで超必殺技、レイジングストリームはかっこいいよ。あと、バーチャファイター2のアキラが使う、これはなんて言えばいいんだ砲撃運進走行者は <laughs>、当時の裏技としてダントツで入力が難しかった。 もしかして、マイキャラは、スト2のダルシムやガロ伝説のダックキングだったりして、キーシーシー、んじゃ、今日も最後まで縛ばりよ。ということでね、えー、全くわからなかったですね。トンチンさん <laughs> よくわからなかったけど、ね、ガロ伝説はらって入ってましたよね。あの主人公が帽子かぶってるやつかな。確かそんな感じ。もうキャラクターなんを言われても分からないけど、バーチャファイターは一応やってたんで、 昇竜拳しか覚えてないですけどね。昇 <laughs> 竜拳はい。あ、あの頃ね、ネットがなかったからね、あのー、やっぱりそういう情報っていうのはもう、あのー、あれだったんじゃないこう、広がらないっていうかね、あんまり。今もうネットで検索するといくらでもあるんで、そうですよね。うーん。そんな感じですね。はいはいはい。ありがとうね。あー、もうなんかゲーム、久しぶりなんかいいな。ストリートファイターズしたくなってきた。 ありがとうね。次行きます。えっ、ー、とね、これはね、あ、これ人生相談だな。えっ、ー、と、メールセンター、こっちか。これいこうか。滑っても自覚のない、まちゃまちゃさん、おつラジオネーム、名古屋のノーマルダンサーズです。今夜のテーマ、裏技ですが、しょうもないかもしれませんが、ダンサーズの iPhone の えー、電波強度を数字にしています。本来ですが、5段階スケールになっていると思いますが、マイナス数字にしています。マイナス数字の値が多いほど、えー、電波が弱く、マイナス120ぐらいですとかなり電波が弱いです。逆にマイナス60台ですとかなり強いことになります。まちゃこさんはこの機能知っていますかということでね、えー、画面が添付されているんですけど、素晴らしいですね。マイナス92って書いてますね。 えー、これは知らないですね。これ知らないですし、しかもあの1%刻みで見えるんで、あのー、これ面白いですね。これはいいですね。これはマジでびっくりしましたね。あらららら。これはやってみたいと思いますね。はいはいはい。ゲストさん来た。ゲストさん来ない。ゲストさん来ない。もうあれたちゲストですか <laughs> 打ち合わせやとか言われてね <laughs>。はい。いやいやいや。ああダンサーズさん、これはすごいですね。あとインターネットで検索しています。これは知らなかったですね。でも、このマイナス、普通だったらね、1とか2とか、プラス100とかですればいいのに、マイナス120、マイナス60って、これ、0基準ってどこなんですかね。 そこがちょっとよくわかんないんですけど。うんそっかそっか。これはいいですね。あー、勉強になりました。もうメールが終わりそうですね、今日。<laughs> 今日人生そうだのこんな、いっぱいやろっかな。やばいな。じゃあ、今日これいこう。えーね、ね。オーライ、マシャさん、こんばん、にゃ。みそ、にこ、み。マシャ好きーだよーってから怒られないから、これ、旦那ちゃんに。<laughs> これ、旦那ちゃんに怒られんから。<laughs> 怖,い怖,い怖,い怖い、怖い、怖い、怖い。 焼き餅焼かれたらたまらんわ。コイコイコメールセンターのテーマ。裏技だって、昔よくゲームでボタンを2つ同時に押すとか、長押しするとかする隠しコマンドとかあったよね。私の裏技は、やはり主婦の知恵。剥いたニンニクを醤油につけたニンニク醤油は、醤油も美味しいけど、醤油が使ったニンニク自体も料理に活躍するよ。うん あとは、オリーブオイルに唐辛子漬けたものは、えー、パスタのペペロンチーノが10倍おいしくなるね。試したことなかったら、試してみてくださいね。ってことでねあ、メール来てます。あ、これはいいですね。あ、醤油はね、あのニンニク僕もあの漬けてやってますね。最近やってないかな。うん。前,前はね、よくやってたんですけど、えー、っとね、オリーブオイルに島唐辛子漬けね。 あこれはちょっと作ってみたいと思いますね。うん。そうか。裏技っていうテーマがまずかったかな <laughs> これはテーマがまずかったかもしれんな。これは。これ俺のせいじゃないぞとか <laughs> あ。俺のせいだ。俺が作った <laughs> テーマが悪かった。そうねそう。うわ。これはね、やってみたいと思います。うーん。ありがとうございます。もう。 ただただ感動するっていうね。今日はあの、勉強になります。いやもうメールないんじゃないこれ。次来た。次きた。メール。ちょっと待ってよ。メールがね。ちょっと待って。じゃあツイキャス行こう。えー、ツイキャス。えー、っとね。あ、ブルガリさん。初見だよ。わし、三条やがなーって来てますね。<laughs> ブルガリさん、選手いなかったかな <laughs> ありがとうございます。嬉しいですね。こんな夜までね。昼 <laughs> たまには目にかかりますけど <laughs>。はいはいはい、ありがとうございます。やっぱり俺はギノアンの方が落ち着くわーってことでね。ブルガリさん来てますかブルガリさんはあのどこの放送局をよく見てますかねうーん、小坂多いかな。うーん、そうですね。ユーミさん、ール送った。ツ <laughs> イキャス、ちょっと今日ね、<laughs> テーマがまずかったかな、これ。あ、誰か来てるぞ。あ、久しぶりの兄さんだって来てますね。<laughs> ありがとね、兄さんね。はい。マシャさん、こんばんは、久しぶりに聞いてますよ。ラジオム兄さんです。えー、テーマ、裏技。そういえば、少年時代の伝説の裏技といえば、ナムコの名作ゲーム、ゼビウスのバキュラという回転してくる金属の敵キャラがいて、あー、 これか,ーかあの。カキンカキンカキンって言うけどね。こいつはこちらの攻撃が全く効かない頑丈な敵キャラなんだけど、このバキュラに200数十発ミサイル撃ち込んだら破壊できるという、えー、裏技の都市伝説。子供の頃はこんな話題に燃えてましたね。ってことでね。一度自分で検証したところ、画面が通り過ぎる間にそんなに当てられないことを確認した方があります。<laughs> でも見たいたいな、バキュラやつけるところ。あー、マシャさんのこの都市伝説聞いたことあるってことでね。はい、兄さんありがとうございます。 これはね、あのー、あります。えー、っとねあの、カキュンカキュンカキュンってあの鉄板がね、くるくる回っ,てく回ってるやつなんですよ。で、あのー、僕もね、頑張ってね、あのー、画面に追いやられるまでやったんですけど、破壊できませんでしたね。はい。なんか都市伝説いろいろあ,ありましたよね。あのー、スーパーマリオブラザーズ9面とかね。懐かしいですね。あの、ファミコンマガジンとかでしたなんかあの、 ああいうの買って見てましたけどね、裏技、えー、ありましたけど、はい。ありがとうございます。さあ、ゲストはゲスト来てないゲストが来ない。<laughs> じゃあ、あの、そろそろ時間かなあの、CM の。じゃそれでは CM 行きたいと思います。 今日番組のゲストだとます。もうやるきるか一人でえ二人でやる気かもあるけど入れてきたらどうする入れた後に遅れてきたらどうする入れないだからとりあえず一人でやるきる。ああうん。入れないと大変なことになるから。あと20秒です。 <laughs> ゲストが来てないられしい、基本。ケイズさん、本当です <laughs>。10秒前だ9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。はい、DJIWARD、え、を、ー、<laughs> <laughs> お届けしております。えっとね、ゲストの時間だけど、ゲスト来てないんで、じゃあ、今日はね、ゲスト来てないんで。 あの人を呼びましょうあのあの人を呼びましょう、えー、皆さん、こんばんはタモリ・マシャイチロウです、えー、今日はみな、えー、さんの相談を受け答えするために、えー、ちょっと遠くからやってきました はい、町田さん、ゲストが来てないようなんですね。うん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 。人生ね、いろいろあるからさ、うん、これぐらいでね、落ち込まないで。あなたもね、頑張りなさいよ。うんうんうん。はい、ありがとうございます。じゃあ、それではですね、えー、今日はあの、たも、たもぎしゃいちろさんに来てもらってるんで。<laughs> <laughs> あの、じゃあ、今日相談コーナーってことでね、<laughs> やってもらいたいと思います。<laughs> ツイキャスがもう、悲しい。ツイキャスね、ちょっと見てるんですけど、ツイキャスを <laughs> ちょっと、ちょっとツイキャスを見ると泣きそうになりますね。いや、みんないいな。秘宝って感じじゃない。<laughs> めっちゃ受けてるけど。いやいや、ツイキャスのメンバーでめっちゃ受けてますね、これ。じゃあね、<laughs> これ <laughs>、事故ですかね いやいやいや、ほんと、みんなありがとうね。じゃあ、それではね、あのー、今日はね、タモリ、マシャイチ一郎さんに来てもらってるんで、じゃあ、あのー、タモリさんにね、えー、っとね、あの、なんだあれあれ。あのー、ちょっと相談コーナーってことでね、あのー、ちょっとお言葉いただきたいと思います。じゃあ、その題かな、一番目。どこだ、一番目。あ、これだ。じゃあね、タモリさん、よろしくお願いします。 うん、タモリですよろしくお願いします。えっ、ー、とね、今日は、うーん、あの、お笑人生相談っていうコーナーで、うーん、あの字読んでもらってね、ありがとうございます。ま時間を今伸ばしてます、喋ってね、うん。これ、こんな感じでいいかな。じゃあね、えー、うーん、いきたいと思いますね。じゃあ、読みますね。 マシアさん、スタッフの皆さん悩んでます。大阪のおっさん、シロうです。ありがとう。タモリマシア一郎先生。うーん、ただいま真剣に悩んでます。花の59歳、独身男性です。結婚がしたいのです。そう、相手は、早見です。 先生、できるでしょうかアタック方法を教えてください、うん。ダメなら合コン開催お願いします。うん、あのね、これ、あのー、ーうん、<laughs> いやあのーちょっとね、調子悪いね。うんあのね、四郎さん,うん、相手はね、誰だろうとぬぬ。 一人生ねえ、一回きりなんだから、うん、あの、もうね何も臆することなくねうん、突っ走ってください。うん、アタックできる方法、これはね自分のね、熱い心があれば何でもない、もうね、やり方とか、住人トイレこれはね、シロさんの好きなようにね、やってもらったそれが一番いいと思いますね。うん こんな感じでいいですかね。はい。じゃあ、ありがとうね。まとめる状態ね。うん。ありがとう。うん、横にいるマシャさんも喜んでるみたいですよね。うん。じゃあ、次いきますね。はい、ま。はじめまして。ラジオネーム赤いニトンローディーです。ああ、ありがとうございます。あニトンローディーさん。うん。じゃあ、読みたいと思いますね。 うん、僕の、えー、趣味はたまん釣りです、えー。最近タマンが釣れません釣れ。釣れても小さいタマンしか釣れません。どうすればいいでしょうかかっこ笑いって書いてますね。うんうん、本当に悩んでるのかなって感じをするんですけど、うんうん。今日ちょっと苦しいね。ヒロキックス。うん ニトローリーさん、あのねこれねあのね簡単に釣れたら人生面白くないよねあの、うん、これね今ね試練の時なんだよねあの今はねあのなんかほら小さいのが釣れないってこれはね大きなあのウェーブがウェーブウェーブがね来るね今そのあれなんだよね うん、あの僕言いたいのはね、あのー、やり続けるっていうことがね、とても大事です。はい。じゃあ、いいですか。あのー、釣りのかことに関してはね、多分僕が口出しすると、あの絶対勝てないと思うんで、多分ね、うう僕ね、たまんね、うん30センチぐらいのしか釣ったことないんでうう、釣り方は分かるんだけどね。 あの自分で考えてくださいね、釣り方は。うん。負けずにね、あの、ちょっとポイント変えたりね、いろいろ頑張ってみてください。ありがとうね。またメールしてちょうだいね。できれば、あの、ゲストもいっぱい来てね。ギャラリーもいっぱい来てるときに今日,今日ちょっとつらいね。じゃあ、うん、ありがとうね <laughs>。今日ツイキャスが燃えてるね。うん <laughs>。いやー。 変な意味で盛り上がって、うん、マシャさんも喜んで喜んでよね、うん。じゃあ次き、ね、ちょっとだんだん喉がおかしくなってきたね。じゃあちょっと時間大丈夫から、ヒルキックス。 大丈夫だしですね。今日こんな長い、今日こんなね、時間長く感じるのはね、初めてですね。43回。いや、人生ね、ほんと何があるか分かんない。みんなもね、あの、何があっても当たり前と思って生きてください。あ、コンティニューコインケインさんありがとう。じゃあ次行きますね。うーん <laughs> マチャ。マチャヤン、オツ、ラジオネーム、名古屋のダンサーズですって。あ ありがとうね、アドバイザーのタモリマシャイチローさんにご相談したいことがあります。それはお土産です。最近沖縄へおみ行く回数が増えて会社へのお土産に悩んでいます。最近では休暇申請をするたびに「また沖縄か!」。 聞かれします、うん、そしてお土産として買って持っていくお土産もマンネリか今度お土産を買うべきなのでしょうかマシャイチローさんにぜひアドバイスお願いいたしますうん、うん、そっかそっかうんダンサーズさん、うん、いい人だねうんうん、うん、あのね ダンサーズさん、優しいんだよね、多分ね。ヒロキックスどうも。忙しいみたいでちょっとあれなんだけど。<laughs> あのね、ダンサーズさんね、あのー、もう行くの黙っといた方がいいんじゃないかな。<laughs> 逆に言えばね、あのー、ちょっと妬まれたりとかしないかな。で、ちょっと黙ってさ、10回に1回ぐらいにも行ったって言って、そこで、うんまあ、ちょっと高めのお土産買えばいいかと思うんだけどね。 うん多分とってもその、なんかこう、神経質な感じがしますよね。怒られないからこんなこと言ったら。<laughs> う、そっか。うんう、あのね、あの、もういいよ、人のことあんまり気にしないでね、あの、堂々と生きてちょうだい。 もうおお、お土産買ってこないからってね、ぐじぐじ言うんですよね。僕踏、踏みつぶしとからね。自分らしく生きてちょうだいねはい。メールありがとうね。いつも嬉しいよ。おおおお <laughs> 次はね、誰かなメール。もうメールないんじゃないかな。うん、あのね、次はね。うん、あのね。 ゲストさんにね、来てたメールがあるんだけど、じゃあこれちょっともうあの、ちょっと先生ちょっとお休みしていいですかあえ、え、いいですかえちょっとマ,マシャさんに変わりますね。あ、もしもし、あマシャです。<laughs> どうも。<laughs> はい。じゃえ今日はね、えー、ゲストが来てないということで、あの、ちょっとゲストさんのメールがね、来てました。で、それをちょっと読みたいと思いますね。爽やかに。はい。 ーマシャさん、今日のゲストは、ナゴンチの星、えー、タカコさんなんですね。今まで、オ勢の舞台は10回以上見てるんですが、一番好きだったのは、えー、タカコさんが幽霊役で出ていて、シンヤさんが、なんでお前死んだんだよってセリフでおな,じみ、えー、とおなじみのあの作品です。再演の予定ありませんか あったら見に行きたいと思ってます。これからも、えー、ナゴの星として頑張ってください。えー、ラジオネーム、あの子に伝えて、ジャングルハンマーということでね。ジャングルハンマーさん、ありがとうございます。あー、そっか、そっか。あの、ちょっとね、タカちゃんいないで直接聞けないんですけど、あの、まあ、僕もですね、この、あのー、演劇は見ましたね。えー、すごいなんかね、あのー、よかったです。あのー、見たんですけど、うん。 あのなんかね、まあ、できたらまあ僕のあ,のあれなんですけど、こうなんかこう、ね、人気があったのは、あのまた再演するとかね、いいかなと思うんですけどね、どうですかね、うん、まあでも、あの役者さんってこれ、一つの作品作るために一生懸命練習してね、あのー、やってるから大変だと思うんだけど、あのー、口パクでやったらダメなんですかね、全部録音しといて、口パクでやる。<laughs> こんなことで怒られるから <laughs>。はい <laughs> そんな、そっかそっか。僕もね、ちょっと個人的にはね、面白かったんで、また見たいと思います。はい。次メール、メール来てるかな。メール、ちょ,ちょっと待ってよ。えー、っとね、これ行こうか。ちょっと待ってよ。うん、メールがやばいとか言って、メールが来てますね、結構。<laughs> 助かるね。えー、っとね、ちょっと人生相談のコーナーに来てないので、 ちょっと先生ね、あんまりちょっと喋るとなんかちょっと体調よろしくないらしくて。えっ、ー、とね、ちょっと待ってね。じゃあ、ちょっとメール、ちょっと行きますあ、ツイキャス行こうか。ツイキャス。ツイキャス、どこにいたえ、ちょっと えー、じゃあね、あのー、ゲストのコーナーがね、あの、無事に終了しましたん、ね、で、<laughs> 無事かなんかわからんけど <laughs>、ちょっと追加図いきますね。えー、追加図。はい。あ、えー、シグナスさん来てますね。さん、こんばんは。見に来ました、ホーイトシグナスさん、どうしよう。今日ね、あの、女の人がいないです。今日、男祭りですね。大丈夫ね男好きだからね。<laughs> じゅんちゃん、誰って来てますね。これ、あの、タモリー・マシャイチローさんね。ホワイティ・西原さん、そうですね。古畑。 ニンザブローじゃないですよ。はい。ちょっと追加する色々来てますけどね。はい。ゴールデンボールさんで、ね、人生相談のあのコーナーですね。はい。はんちゃん、今日はちょっと辛いですね。って来てますね。はい。はっ。いや、ほんとつらかったね。あ、まいさん、オーライって来てますね。ありがとうございます。<laughs> ゲストのアポってどうやって取るんだろうで <laughs> も俺もわからん <laughs> え、ね。えー、次で。え休校島合さんで、ね。 滑舌悪く、えー、行き先名古屋、実際の行き先は名古屋。<laughs> そんな感じから <laughs>。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね、またメール行きたいと思います。うーん。うーんとね、いや、メールがコン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 っつったからね、えー、メールがね、あの来てますね。ちょっと待って、どっか行こうか。えー。ここまで読ん、えっ、ー、とね、 ちょっととあのえー、とねテーマと関係ないんですけどちょっとメール来てるんで読みますね。最近よくうざいと言われるものです。うざいと自分でもわかっていますよ。うん。わかっているがコメントとか入れたいし返信を気にしちゃいますと。わかってはいるけど、このままうざい自分でいたいです。ではビキニを、えー、試着しながら聞いてますね。えー、特命希望ジャパン分かって ってこ,ことでね、あのメールいただいてますけど、そうだな。これ相談コーナーに回しておよかったかな。これ、これ、ああ、これ相談コーナーに回しておよかったかな。じゃあちょっと先生呼ぼうか。先生。あ、あのあ、これでいいよ、曲を。<laughs> じゃあ先生呼びますね。 はい、うん、アイムイル。ありがとうね。うん、匿名希望ジャパンさんね。うん、最近よくうざいな。うん、これもあの、あれかな。自分で分かってるけど、こう、自己主張が強いタイプなのかな。うん、そうか。うん、気持ちわかるよ。僕もね、ちょっとそういうとこあるからね。うざいってよく言われるんだけどね。うん。 ビキニを試着って言ってるから、これ女性かなうーんど、どうしたのかなうーん、で、このままうざい自分でいたいってね、あのね、これもうはっきり言わしてもらうけど、うん、あの、人生一度きりなんだからね、あの、ーん、貫いたらいいと思う、うーあのね、多分ねわ、分かってくれる人いるからさ、うーん。 うん、あの無理に変えないで好きなように生きてあの、分かってくれる人がいるか一部でもいいからね。うんうん、あ,あんまこう気にしないでいいと思います、うんあ。分かってるけどやめられないことね。うん、先生もあるよ、うんもも。そうじゃないとやってられないこともいっぱいあるんでね。はい、ありがとうね。またよかったメールちょうだいね。ありがとうね。じゃあ、町さんに渡しますね。 はい。じゃあ先生、ありがとうございます。いやー、今日なんか楽しくなってきましたね。はい。オーライ、って言ってるかなマシャ、えーと、ウ、うばヤのひふみ。えー、マシャワールドを聞きの皆さん、元気にパン切ってますかーえー、おばんまなので <laughs>、夕方、大山58沿いで、は、え、カツラウをチョイスし、<laughs> できた MC もみヤいびしてごらわざ。 プールサイドで三本線のキチキチしたジャージかっこトレパン履いてる時思わずバンビカして立ち回った時とか男だったら誰でもケーキあさはてな <laughs> そんな時はパンツにビ突っ込んで中指で、えー、サブロックの猫を薄っ,ったら、えー、下に向くさその時、えー、両もんで挟むわけよ後ろに回しすぎたらチビの実がトンガッチをするから ミート間違えるときがあるから、よーく注意してね。アンシェーライスーっていうか、なんで、えざ、ー、っとして、ソーン,ワンの採用しないかね。えー、くまびかな話。ラジオ名前書いたらすぐ採用される安さ。カッコ順にアンシェー本当に、ライスーねーって書いてますね。はい、ありがとうございます。画像もテンポされてますけど、なんか怖いから見ないもん。これ眠れんくなるけど <laughs>。はい。ありがとうございます。メール、ね、あれ <laughs> メール超嬉しいですよ。ありがとうございます。 <laughs> はい、半分ぐらい意味がよく分からなかったんですけどね <laughs> 気持ちが伝わりましたありがとうございますはい次いきますねまちゃさんリューティーファミリー皆さんお元気ですか詳しきののんぺです今日のテーマ裏技、えー、昔のテレビでよくやってましたがよく覚えてません試して合点 えー、伊藤家の食卓なのでよく見ていました。マシャさん暑いけど、えー、頑張ってくださいね。熱中症に注意して頑張ってくださいね。またメールします。バイビーとかってね。ありがとうございます。あ、め裏技がないのにメールを送ってきてくれたっていうことでね、えー、すごく嬉しいです。横、ね、を見ると一生懸命仕事してる人がいますけどね。はい、<laughs> あー、なるほどね。伊藤家の食卓大好きだったんですけどね、終わっちゃったんですよね。いやー。 うんまたなんかああいう番組やってくれないですかね。はい。いやあ、ありがとうございますね。熱中症に、一回ね、熱中症にかかっちゃってね、なんかあの熱中症になりやすっぽ、ね、なり、なり、熱中症になりやすくなってる感じがしますね。はい。人間ってなんかうまくできてるようで、なんかちょっとこういうとこはちょっとね、もうちょっとさがに強くなったらいいかなというところはありますけど、はい。ありがとうございます。じゃあ次いきますね。 あコンティニューコインもありがとうございますね。はい。クレイジー中村さん、コンティニューコインありがとうございます。はい。えっ、ー、とね、次行きますね。オーライ、マシャーラジオネームディスカスだよ。テーマ、裏技放送。できんのが多いから、無難にファミコンのスーパーマリオブラザー2の裏技は楽しかったな。電源入れたスーマリオを抜いて、テニスのソフトを入れて、また外してマリオを入れるとかよう、他にもあったけど忘れた、まったやーたい。 ひやみ勝ち九州、ヒやみ勝ち、えー、東北ってことでね、iPhone から送信していただきました。<laughs> ありがとうございます。あ、これはでもあの、あれですよね、数回抜いてテニス入れたときってこれどうなるかって書かれてないですよね。あのー、ただぶっ壊れるかなっていう感じがしますけど、<laughs> あの、ちょっとこう、あのー、なんていうんですか、カセットをずらしてね、あのー、入れたりする技がありましたけど、 あのプログラムをわざと組むときに、あの裏技って最初に仕込んでおくんですよね、ゲームの開発ってね。うん、最近はなんかどうなんですかね、あの、えっ、ー、と、アプリのアプリとかね、あのスマホのゲームあるんですけど、その辺の裏技ってないんですかね、今、ないんですかね、うーん、なんか、そういうのがないと、なんかちょっと楽しみってないじゃないですかね。昔の人と遊び心がいっぱいあってね、あのー、そ楽しかったと思います。 はい、ありがとうございます。じゃあ次いこうか。えっ、ー、とね、これいこうか。えー、マシャさん、皆さん、はい、たい。愛知県のゆみです。裏技って言っても、そんな、えー、ゲート持ち合わせてないですけどね、かっこ笑い。蜂蜜にレモンをつけて、レモネードを作って飲んでます。あ、いいですね、これは。これ。これですね。 あと、ラジオ投稿だと、えー、民放局よりコミュニティ FM の方が採用されやすいとか、検証でもプレゼント当選者が多い,あ多いものやマイナーなものに応募することがあります。これも裏技かなー笑い、えー。数年前、あるラジオ番組のプレゼントに応募したら、応募者が募集しているプレゼント数よりも少ないって、ありえないおうちでー、かっこ笑い。応募者全員当選どころが2つ当たってた人もいたなーかっこ笑い。ではではではってことだね。 <laughs> これ、これはどこかな <laughs> こ,れこれは f m 技能でもあるかもしれないね。はい。やっぱりコミュニティでもプレゼント応募してたらね、チャンスですよね。はい。うん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 。そっか。これでもね、確かに裏技といえば、これいい裏技ですよね。プレゼント当たりますよね。はい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 。ユーミーさん、ありがとうございます。もうユーミーさん、いつもなんか助けられてる感じがしますけど、はい。いつもありがとうございますね。 あ、蜂蜜にレモンをつけたらレモネードになるんだね。今日はあの教えてもらったやつね。あの、みそ煮込みすきーさんとかね、ユミーさんが教えてもらったのを僕もやってみたいと思います、ね。本当にやりますね、僕ね。こっちだけじゃないので、本当にやります。はい。あと何分かなえー、っと。十6分までいける。えー、っとね。ツイキャスちょっと見てみましょうね。えー、あ、クレイジー中村さん。友達と遊んでる途中なので、コインだけなのです。あ、 遊んでる途中でコイン入れていただけるっても大変申し訳ないですね。ありがとうございます。うん、はい。えーとははななないでもない、<laughs> はいいシグナスさん、あ、そういえば初代のスーパーマリオブラザーズの裏技で、チビファイヤーマリオというのもありましたね。あ、なるほどね。これはどうやってや、なんか見たことあるけど、出方が分からない。後で教えてください。ああ。 裏技っていいですよね。あ、なんか裏技やりたくなってきた。いいなぁ。はいはいはい、ありがとうございます。次いきますね。おーだいャしスタッフの皆さん、MC もみやビーチが、<laughs> またメールが来てる。<laughs> うわ、マジか <laughs> 裏技っていうか、自分技があったわけよ。中学の時えっ、ー、と、ディグザグって、あ、ディ、これディグダグだな。 ディグダグって、えー、と穴掘って、えー、と石を落として怪獣たっぺらかすゲームがあったさあれ電子ライターの先っぽを1ミリぐらい離してコインを入れる穴にパチミカしたらえ百100機くらいに増えたことあった皆さんお,お試しあれマジかえいやもうあのこれないよあのアーケードえそうなんだ<お> 1>, 1ミリぐらい離してコインの穴にパチミカしてこれ, <laughs> これは壊したんじゃないのこれ <laughs> <laughs> こんなの裏技ない。これ、なんかプチハンの香りがするな。ありがとうございます。そうか。さすが。さすがだな。モーミーさん、なんかあの、まだあるな。<laughs> あるわ、モーミーさん、まだあるわ。はいありがとうございます。次いきますね。モーミーさん、あの、てかあの、裏、裏、裏の裏技教えてね。うん。はい。次いきますね。えー、ラジオネーム、ビンゴさんですね。 えー、僕が最近よく使っている裏技ですが、えー、教えて大丈夫なものを教えましょう。スマホで多分、Android 限定だと思うけど、アプリの組み合わせ次第で同じ時間帯の番組を複数同時に聞けることがありますよ。実際に聞いてみると、内容を把握しづらいですが、試す価値はあると思います。ああ。えスマホで Android 限定だと思うけど、アプリの組み合わせ次第で同じ時間帯の番組。これは ツイキャスかな実際に聞いてみると内容を把握しづらいですが試す価値はあると思います。同じ、えーないえー、と内容を2曲で流す場合、同時に聞き比べてみるのもいいかもしれないですね。FM ノワンと技能案 c t f m の同時生出演を誰がやるのか、どこで行われるか待ち遠しいですね。皆さんはどうあなたにやってほしいですかと聞いてますね。ありがとうございます。ははは。これは何かなアプリ。あ、アプリを組み合わせてやればいいんだ。 ああ、なるほどね。あ、じゃあ、これあれかな。ユーストリームとツイキャス動かして、よその番組見ればいいのかな。うーん。あ、これ面白そうですね。やってみたいと思います。そっかそっか。うーん。これ面白いかもしれないね。今日テーマが難しかったのかな。ちょっとツイキャスするけどね。リスラジとサイマルラジオじゃないかなってことでね。今のメール来てますけど。ああ、なるほどね。 そっかそっか。うーんなるほどね。りゅうみーさんさっきのですね。あ、お湯で割ってレモネードね。ありがとうって来てますね。はいはい。おめでとうございます。そっかそっか。作ってみよう。結構レモンと蜂蜜好きなんですよね。あ、シグナさんコンティニュー声またありがとうございます。はんはんはん。投稿の裏技はいくつもラジオネームを持って使い分けすることだっけと。あ、ということで、ハンちゃん来てますけどね。ありがとうございます。 はっはっは。そうか、そうか。面白いですね。今日はちょっとテーマが難しかったな。なかなかね。はい。そんな感じなんですけどね。もうなんか CM に行きたい感じがするけど、人がいないっていう、どうしよう。<laughs> このまま喋った <laughs> そうです、ね、えっ、ー、とね、ちょっと告知がちょっと来てましたけど。えっ、ー、とね、告知。一回 CM やるかなじゃあ、一旦ちょっと CM 挟みますね。C。 きょうはね <laughs> どうす 愛のままに、わがままに、僕は君に。これでこれでお願いします。これでこれで。今日のメロディメーカーはビーズ特集です。いや、俺さ、いじかもいじご歌おうと思って、今日。あ、いいね。まあ、これだったのかなみたいな。いいじゃない。いじかもいじごでもいいよ。いや、一応今日これやるけど。今日、これ、替え歌にしようかな。これ歌にしようかな。変えたら。 はい、DJ マシャワルドをお届けしておりますさあ今日は、えー、ちょっとゲストもいないんですけど <laughs>、えー、二人でねちょっとまあ盛り上がっていきたいと思います <laughs> さあ今日はですねえー、っと、うん、後ろでいたずらしてくる人いるんでね <laughs> 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 さんはいいやたまにはこんな日もいいですねえ外も雨だしあの,あのさ、はい、もうゲストいないからいいか眠くてしょうがない, <laughs> 超眠い だハンちゃん、これ大失敗だぜ、僕は。上げすぎて。一二さんね、あの髪。い <laughs> はい、じゃあ、それではですね、えー、こんな、<laughs> こんな,こんなさ、こんな切ない夜は、えー <laughs> えー、あの曲、送りたいと思います。はい、西田敏行さんでもしもピアノが弾けたなら。 「もしもピアノが弾けたなら」「思いのすべてを歌にして」「君に伝えることだろう」「雨が降る日は雨のように」「風吹く夜には風のように」 「晴れた朝には晴れやかに」「だけど僕にはピアノがない」「君に聴かせるでもない」「心はいつでも半開き」「伝える言葉が」 残されるあ。あ 「もしもピアノが弾けたなら」「小さな明かりをひとつつけ」「君に聞かせることだろう」「人を愛した喜びや」「心が通わぬ悲しみや」 抑えきれない「情熱や」「だけど僕にはピアノがない」「君と夢見ることもない」「心はいつでも空回り」「聞かせる夢さえ」 おめでとうございますおや、すみいいやー <laughs> 眠いいやもう切ない感じがね、えー、今日の雰囲気に合ってだと思います。お<笑>,笑いがこみ上げてきましたね。さあ、今日はですね、えー、誕生日ということで、えっ、ー、とね、誰からかいただいてたけどね、うん、急にメールが来たから、ね、見失った。<ー>ちょっと待って、古田さんからてね、えー、ルタさんからは来たね。今日ね、は、え、ね、ー、誕生日、ハッピーバースデー。 ムーネさんから来てますね、えー、息子はまゆゆいのちさんのダブル成人式、もっとの誕生日、いつも席取ってもらったり、飲み会の車に乗せてもらったり、えー、サンキューですってことでね、感謝の気持ちを込めて、えー、ムーネさんからね息子まゆゆいのちさんの、えー、ハッピーバースデーのメッセージいただきました。あありがととうございますあとはハッピーバーーバスデー ラジオネーム合敗さんさんから来てますね、うんえー。明日8月6日は皆さん大好きパープルデビルこと古田 <laughs>、えー、大好き27さんの娘さんのハッピーバースデー。マシャさん採用しないとパープルデビルが知らないよう、いしく笑いということでね。<laughs> はい、ありがとうございます。あ明日明日あれ人相悪もそうだよ誕生じゃあ じゃあこれでい,こうかいきますじゃあ全員かなこれでいきますいきますハッピーバースデートゥーハーバースートハッピーバースデートゥユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデえっと、ま「息子はまゆいのちさん」 大好きささんんの娘あああゆ太郎さん私が8月3日だっっった誰だったけとこのように言われてきてありがとう <laughs> セリフがない。<laughs> あ生まれてきてありがとうね、これからも一緒に楽しみましょう。わきわきって書いてあります <laughs>、はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ誕生日をお祝いしたことたしね。はい、ありがとうございます。さあ、今日のコール凍りつくようなその空気のえ DJ マシャワールドね。じゃあ、あの、ひふみさん、じゃあ最後まで一緒に。いや、もう,もう僕はもう。いじわるのところ、お兄さんは。<え>さあ、えー、ただでいいですかはい、どうぞどうぞ。久しぶりにこっちさん。はも、い、うもぜひ頼,もう <laughs> 頼むもん、本当に。 さあ、さあ <laughs> ね、誕生日もお祝いしたことですね。じゃあ、あのーはいえー、ゲストさんからのね、えー、一言言っていたんじゃなくて帰ってきたんですけど、はい、今日日ひみさんからなんか一言、何かありますかね。え、一言うん、ま<笑><笑>まあ、そんな感じでね、きょうの DJ マシャルでお届けしておりますが、はい、えーっと、じゃあ、あの、ツイキャス放送ちょっとしようか、反省会ちょっとしようかな。<laughs> <laughs> 反省会放送しますんで今日はね、うん、C ンじゃなくて2イ放送になるよーうーさん <laughs> リンク先お願いしていいですか <laughs> えこんな時だけねーうーさんいつも感謝してるよ <laughs> 感謝してるよそれはそうそうみんなも感謝してるでしょリンク先お願いしますえっ、ー、とあとえっ、ー、とむ,むーちゃんさんのねえーうん 会社が、ビューティーの番組のスポンサーに入ったということで、おめでとうございます。DJ って、DJ マシャワールドもスポンサー募集してますね。行ったことないよね。行ったことないけど、募集してます、8月ぐらい募集してます、ちょっと DJ マシャワールドも募集するんですけど、一口いくららかちょっと後で考えますけど、すごいめちゃくちゃお得な事情があります。うちちちにスポンサーはめゃゃく あのちょっとここで言えないんですね。ツイキャスでちょっとこれはあのここに来た人だけじゃないと言えないじゃあ喋れる話しようぜ。何ですかる話。喋れる話しようぜ。あと何分あとね、1分40秒って書いてますけどね、こんなに1分40秒が長いっていう。そうなのいやいや、本当にね。告知どうですか あのうは羽黒祭りと、あとは劇団大勢の本公演、土日、2時からと7時からですか ?2 時、7時だったかな。あは日曜日にハーリー大会、やんばるで、俺はね、ちょっと人の結婚式にでってギター弾きに行かんとから、ああ、船は弾けない。だから、船も写真撮りに行きたかったんですけどね、ぶっちぎったら大変なことになるんで、これ。いや、あれね、名屋のハーリー大会、最高だよね。 人いっぱいでいや行きたかったわあっユミさんありがとうございますあれを押してですねもう今で起動させたら充電満タンで持ってきたっていうから今日きつかった今日すごいっすよ今から5時間できますよ今日きつかったわほんときついき長い一日だった僕今日長い一日だったあのじゃあねあのあと30秒ということでいやき今日も来週のテーマは来週のテーマはね えと早め早めに言っとけば死にそうだった出来事 <laughs> <laughs> とかねこのやばい空気とかそういう感じでいこうと思います九死に一生九死に一生とかなんか一応ピンチだったこととかそういう関係でいきたいと思いますでもそう言ったらったらまた来週変わるんだよ、はいうん、じゃあそれではね <laughs> 来週も DJ マシュワルド元気よくお届けしていきたいと思いますそれでは、はい、See you next! バイバ後イ